今日はですね、結構グレーな話なのかもしれないんですけど、ちょっとうつ病の話について話したいなと思っていて。ほはい、うつ病。ほはい。ほうつ病の話をしたいと思ってます、今日ね。で、やっぱりうつ病って気持ちからっていうじゃないですか。結局のとれころっ見てて。るとぎょとつでアイちゃん何言い出すんやと思ってるんちゃう。 これ経済的な話好きな人とか結構おっちゃうのええんかなそれ。いや、いや、また経済的な、好きな人も多いと思うんですけど、それ以上に、経済と、心のメンタルって結構リンクしてるところがあると思っていて。で、結局、健康な人とか、健康な、なんだろう、お金を頑張って稼ぐ、通貨。このチャンネルは通貨だ。通貨を求めすぎても、通貨のことの捉えすぎてても、結局仕事頑張りすぎちゃって、結局うつ病になるっていうところもあるじゃないですか。だから結局、何かを求めすぎると何かしら切羽詰まって、うつ病になって、心の方が滑ってしまって意味がないよねっていう。要は、なんだろう、心的にはうまく、なんだろうな、循環しないで滑っていく方も多いなっていうのがすごく僕の中で思っていて、で、結局、繋がるところはあると思ってるんですよ。やっぱり。で、まっちゃんとかも、日頃そういう、やってる中で、うつ病だったりとか、メンタルがダウンする人から見て、どういうふうな考え方をされるのかなと思って、ちょっと興味があって聞いてみたいなと思って。ああ、すごいネタやな。ちょっと微妙すぎて、あんまりはっきりな、僕の性格的な感じからすると、はっきりズバッと言ってしまうから、一刀両断なんて、ちょっあ、と。で、いいと思いますよ。だから、結局、元も子もないような話になってんねでもそれが事実でもあるじゃないですか。事実ん。なとこもあるじゃないですか。一刀両断で言うべきだと僕は思っていて。まあもちろん、万人受けをするわけでもないので、結局。万人受けにするとこまあ、わろかっもないかた。で、ら。まあ、愛ちゃんが今言ってたのは、あれよな。要は、経済的なもんと、心の病的なものは、表裏一体っていうか、そうつでなす、そうがってでます。すよね、繋と。がってます、繋がってます。で、それどういうことかというと、経済的な苦しみっていうか、経済的に、なんていうかな、こうならないといけないと思うから、そういう病になってしまうとそう、か、なっちゃう、そういう話やな、言ってんのな。そういうことです、そういうことです。結局、そこって、通貨の話もつながると思ってて、正直なところ。これも復習になるんやけども、そもそも今、近代ですよ。この会社員とかサラリーマンですみたいなやつって、この近代特有の話なんよな、内容が。そもそも。前も言ったけど、そのいわゆる雇われてますみたいなもんって、そもそも昔はなかったわけよ。ちょっとわずか200年、300年前なんかなかったわけ。まあ、それは地主がおってね、お百姓さんが地主がおって、その土地を借りて耕すとか、なあ、あとは、その、借りてる農地の大きさとか、小さ、お、大きい、小さいで、その、収穫量が変わるとかな。そういうのもあったけど、そもそもその、サラリーマンです、会社員です、みたいなもんがそもそもなかったわけよ。まあで、そうですそね。の経済的なものと、さっき言ったその、うつ病的な、メンタル的な疾患が、これが表裏一体って言ってるのも、結局、その経済的なもんっていうのは今後もあるし、今後もずっと続いていくし、やっぱりそれは通貨で物と物を交換せなあかんのでな。今更貝殻持って行って交換とかお米持って行って何かに変えてくださいってことはできへんのでね、これから先も。デジタルになるかどうかは別としてな。通貨がな。ピコピコピコになるかどうかは別としてよ。ということは、経済的っていうか通貨的なもんっていうのは切っても切り離されへんのですよ。やっぱり、どうやったって。でも、その、いわゆる働き方とか、その、収入とかつくから、得方やわな。これは形を変えようと思ったら変えるんでしょう、自分で、そもそも。そうですね。外的でどうにもできへんこと、外的要因でどうにもできへんこともあるけども、自分でどうにかしようと思ったらできることっていっぱいあるわけでしょう、その、うつ的になる前に、みたいな。そうですね。もちろん経そう済です。的な話でいくとよ。だから、その、
どっちかっていうと、会社員的な、なんていうんかな、仕事の仕方っていうか、通貨の得方っていうんか、は、報いられへんというかな、どうやったって。それは仕方ないわな、そらな、どうやったって。その要は、売上高があって、そこから粗利があって、で、経費差っ引いて利益が出て、で、そこから給料もらって、そうでしょう。そういうわけですからね。で、そこからさらにまた税金も持っていかれてとか、社会保険も持っていかれてとか、そういう状況なんで、それはなかなか、やっぱりどうやったって、事業主とか、自分で会社しか、とか、するとか、そういうふうにするしかコントロールはしようないわな、経済的なもんっていうのそうは。ですね。うん、だから、あいちゃん、めっちゃ俺にボンって投げて、なんか適当に言ってるけど、何をどう答えたらいいかよくわからんなってきてんけど、だから、要は何から話したらいいんか、要は、うつ病的なもの、メンタル的なその疾患になる、理由とか、理由と原因いとうか、か、ならないワようンにちす。ゃん自身がもう、例えば、いや、資産家として、ある程度、成功はしてるじゃないですか。要は、まあ、今やってる段階でも、まあ、資産家として不動産オーナーみたいな形で、今回ってますよね。で、まっちゃん自身、それに向かっていく中で、やっぱりメンタル的にやられた経験だったりとか、そういうのは、個人的にあると思、ありますよね。あるけど、ある時のね、例えば、向き合い方だったりとか、例えば、それってみんな通る道だと思うんですよ。うつ病だったりメンタルとかっていうのは、やっていく中で苦しい時だってあるわけじゃないですか。でもそれを乗り越えて、今があって、通貨を手に入れた状態から、要は、資産家になれてるわけじゃないですか、みんな。多分それって全員が通る道だと僕は思っていて、誰しもまあ、度は過ぎなくても、この波はあると思ってるんですよ。僕の中でね。で、それが一定の地で、あまりにもひどいとうつ病になってしまうと僕はそうやって思っていて、感じていて、で、じゃあそうならないためにはどういう心構えだったりとか、どういう目線だったりとか、どういう考え方をするべきなのかっていうのを教えてもらいたいんですよ。まあそっから行こうか、そっからな。だから、それは今お話しした通り、俺も会社員か、そうですよ会ね。社に勤めてやったことあるんですよ。10年近くやったかな。まあ、そんな大きな会社じゃない、ちっちゃいな。もう個人工程みたいなレベルの一応法人やけど、会社だな。でね、やっぱね、会社員やってるとつまらんのは、はっきり言って。さっきも言ったように、なかなか報いがないというのとか、それとか、やっぱり自分の会社じゃないんで、やっぱりどこまで行ったって、どうしてもそこには社長さんがいたり、オーナーさんがいたりするわけなんで。そうよね。だから、で、先は、やっぱり先が、なんていうかな、見通せないっていうかな、自分で思い通りに全てできないっていうのが一つあるわな。ということやよな。思い通りね。そうよね。で、あとは、通貨的な、経済的な面。これも、給料取り、いわゆる給料もらってる限りは、さっきも言ったけど、給料もらって税金払って、社会保険料払って、そっから生活していかなあかんわけですよ。でも、会社事業主とか会社経営者っていうのは、基本的に要は税金取られる前に経費計上してしまうわけよ。これ皆さんご存知。そうでしょ？税金は最終的な残りから払うっていう形でしょ？ 4 か。こういうことですわな。だから、やっぱね、それは経済的とか通貨的な面でも、それは全然もう有利っていう、有利というか、余裕はあるわな、相当な。要は赤字になった税金払わんでいいわけですからね、簡単に言うそうと。ですね。そこはもう圧倒的に違うってことですよ。だから、それとね、まあ、仕事の労力っていうかな。例えば、同じ8時間、10時間働いたって、気持ちの入れ方も違うし、そうですやっね。ぱ会社員だったらどうしても1日8時間で辞めてしまおうとかな、適当にやったことが思うんやけど、事業主の場合、相手もわかるけど、そんなわけにはいかんわけでしょ。そうですね。もう責任が重いです。分かりやすいと夜中もクソも何にもない、ないっていう感じで、1日22時間行きますよぐらいの感じは最初に立ち上げた時ってね。で、なってくると、だから要はね、事業主とか会社経営者っていう方向に行ってしまうと、うつとか言い方悪いけど、そっちになる暇がないっていうか、もう、そんなことやってられ、そういうこと、なんていうかな。そんな病気にかかってる暇もないってことになるかな。っていうか、もうそこ、だから、気持ち的にね、そうね、もうだってそんなうつ病になってる暇があったら、もう、
お金入ってきませんから、意味ないんですよね。だから、うん、あの、不安、メンタルで、メンタル的に将来の不安的なもんってあるじゃないですか。ありますね。うん、あれも、あの、会社勤めてる人と経営者では同じ不安でも全然違うんですよね。うん、で、本当の不安的な要素はどっちの方が強いかって言ったら経営者の方がはるかに強いんですよ。そうですね。全然不安はありますよね。うん、でも経営者の場合って漠然とした不安じゃないんですよ。うん、もう完全に経理的な不安ですわな。経済的とか、うん、もう数字見て。まあで、あとは未来ですよね。どう切り開くかって、俺にはできるんだろうかとか、まあ、そういう話ですね。そういう、まあ、キャッシュフローの問題ですからね、すべての問題はね。うん、でも、会社勤めしてる人の不安って、どっちかって言い方あるけど、漠然とした不安なんですよ。まあ、要は、明確な答えがない不安ですね。これから先どうなるんやろうとか、金利が上がらんから腹立つとかな。で、これから先住宅ローンも子供も大学行くし、どうなるんだろうかとかな。で、ローンはどうなるんだろうかとか、はいはい、そういう不安なんですよ。なるほど。だからある意味自分でコントロールできないような不安なんですよ、抱えてるのが。まあ確かにそうですね、うん。で、遠い未来の話ですわな。遠い未来の話、はい、そうですね。うんうん、で、我々って本来、毎日毎日、日々日々がもう一瞬一瞬が全てやって、僕いつもこの動画で言ってるよね。言ってますね。はい。その日その瞬間が全てで生きてますからね。はいはい、はい。そんな未来の、未来っていうか将来の、どうにか、なんていうかな、その、不確定要素をもうひっくるめて、そんな不安、ね、自分でも立ってどうしようもないよねっていう話やわな、うん、だからな、はい、うん、だからまずね、さあ、愛ちゃんのさっきの質問からいくと、ご質問からいくと、その要はまずはやっぱ経営者に なるとか、そうですね、それが大前提ってことよね、これが大前提は、うん、まず会社員でおるってことは僕間違ってると思うんですよ、そもそもが、うん、で、まあこれからの時代ってこの動画で何回も何回も言ってるけども、もうあんまり会社員ですみたいな人っておらんようになっていくんでね、みんながそれぞれ企業主と、うん、ですと、で、自分がもう依存しないで、力強く自分の人のせいにしないで、社会のせいにしないで、自分で力強く生きていきますと。うんうんうん、で、それで自立した人たち同士が集まるっていう社会なんで、次、ね、うんうん。だから、その、ぶら下がる人は来ないでねっていう世界なんですよ。感じ、感じで言うとね。そういうことですね。わかりやすいから。そうですね。それだから大企業にぶら下がってるとか、役所にぶら下がってるとかな。はい。ぶら下がってるとか、そういう人たちはこれからしんどいですよって、俺この動画でも10回以上言ってると思うよ。うん、言ってます、言ってます。だから、まずは事業主、会社経営者になってくださいと、自分で立ってくださいっていうことやな、まずこれ一つ目やな、うん。そうですね、うん、そうですね。こうなるともう全然違ってくるわけよな。で、あとはまあ、その、うん、なんていうかな、まあ、それと並行していろんなもん、その、要は自分のいる場所ですよね、結局。うん。うん、いる場所。これを変えるってことですよ。うん、あ、環境ってことですよ。環境を変えるってことですよ、うんうん。一番うつ病の、時にそのなるというか、まあ、うつ病というか、そのうつ病になりかけてる人だったりとか、今会ってる人とかっていうのは、本当に環境を変えることってことだもんね、大事なのはね。だから、そもそもそのうつ病的な話っていうのは、まあ、ちょっと僕、そういう、よう分からんけど、科学的に、医療的に言うと、アセトニンがどうとかな。はい、な話になってくるけど、はい、まあ、ここは僕には分からん話なんで、そんなこと置いといて、いいですよ、そもそもの原因っていうか、はい、そういうのを作ってるっていうのはどういう、うん、あれやと思う、愛ちゃん。なんでそんなことになるんやと思う。頑張りすぎちゃってるんだと思います。無駄なことを頑張りすぎちゃってると思います。要は、結局、なんだろうな、自分にとってメリットがあることを頑張っても、それは、なんだろう、うつ病にそう簡単にならないと思うんですよ。でも、なんか、されてて、要は、義務感というか、その自分にそこまでメリットがないのことをずっと、しょうがないから、やってると、僕はうつ病になるとは思ってます。ある意味、真面目か？そうです。そうです。真面目な、はい、うん、はい。性格的には真面目な人で、ある、ちょっと完璧主義みたいな感じか。そうです、そうです、そうです、そうです。そういう人がうつ病に僕なると思ってます。で、そういう人がちょっと空回りしてるっていう感じが、はい、そうです、空回りしてます。だから、そうです。あ、で、要は結局僕らみたいな経営者って、僕が思ううつ病の人、経営者がなんでならないかっていうのは、もう全部自分に入ってくるじゃないですか。うん、いいことも悪いことも。だからうつ病になる必要がないんですよ。だってうつ病になる、なっても、だって結局自分に返ってくるわけだから意味ないから。でも経営者の会社員の方ってそうじゃなくて、うつ病になったらなんか守ってくれるような、そういうところがあるんで、うん、結局他人依存なんですよ。なるうつ病になったとは思っていて、うん、そうそうそう。うん、でも結局、少し考え方の、なんだろう、ベクトルを変えるだけでもそれはなくなるんだろうなっていうのは思っていて、それへんまっちゃんがすごい斬新なことの答えをよく言うから、真実をついてる答えに導くのが得意なんで、
それを聞いてるんですけど。要は、経営者とか事業主って、あのね、仕事的なこと言うと、やっぱ処理せなあかんことが多いんですよ。まあね、そうね。いわゆる処理ですわ。降ってくるわけよ、うん、いろんなことがな。なんじゃないこと、うん。まあ考えないといけないことがね。うん。ね、でも、うん、それを判断を後ろにずらしとったらな、経営にならないんですよ。もう一瞬で判断せなあかんわけよ、ね、やっぱりな。うん、そうですね、はいはい。次から次へ来るわけ。優秀な経営者であれがあるほど次から次へ来るわけよ。ほんで、一日でそれ全部処理してしまわなあかんわけやな。そうですね、毎日ね。はい、悩んでる暇もなけりゃ、数字的なもんとか経営的なもんの、長期までは見えへんけど、短期中期ぐらいは頭の中に描いて考えるのも考えるんやで。でもこれ悩んでるじゃなしに、どうしようか、うん、この先どういうふうに切り開こうかとか、ここは縮小しようかとか、はい、そういうことを考えてやってるわけやから、そうですね。そんな風にならなあかんとかなるとか、そんな暇がないんよ、さっきも言ったように。そうですね、処理していかなあかんわけよな。うん。で、個人事業にしちゃったら自分がそんなものにかかってしまうから、その、病気になったらそこから収入途絶えてしまうわけよ、仕事できんやな。そうですね。うん。誰も責任取ってくれんわけなんで、自分で責任取らなあかんわけなんだな。うん。だからもう、やっぱり、会社員辞めてそういうふうにするってことやと思うわ。でも逆に、今ではもう、断言的に要は、もう会社員はとにかく辞めて、なんだろう、経営者になれっていうのは、それも答えとしてあると思うんですよ。でも、それでもやっぱり辞められない人、辞められないっていうか、そこまで辞められないとか、正直マスなところじゃないですか。で、このチャンネルって、まあ、経営者向けに話してる部分が多いので、それでいいんですけど、ただ、やっぱりマスそうの人たちも、この前の通貨の話ではないんですけど、見てもらえるところもあるんですよ、多く。なので、逆に今の現状、仮に会社員がもらったとしたら、どういう思考の切り替えでなくなると、まっちゃん思います？あのね、でもね、やっぱり自分でね、自分のアスリートは自分でやれるんですよ。うん、えいやーでもやめてしまってな。えいやーでやめてしまって、その、自分でやり、ね、その、よしますっていうの飛び込む人もおるけど、はいはい、まあ、なかなかそれ難しいっちゃ難しいんですよ。でね、なるほど、やっぱり、うん、やっぱりね、恋人とかな。はい、で、あと、まあ結婚する旦那さんとか奥さんとかじゃん。はいはい、で、まあ、あと友達とか、ね。うん、その環境ですよ、うん、やっぱだから。だから。周りの環境ね。うん、だから、自分と同じような会社員の人が自分と同じような仲間っていうか、経済的なレベルっていうかな。はい、要は会社員の人たちばっかりで集まって、はい、その文句ばっかり言ってな。はい、まあ、さあどうなるんだろう、タッカー、はあ、みたいにやって、で、遊ぶ時だけちょっと楽しいみたいなな。うん、この仲間でやってると、やっぱりなかなか先へ進まんよ、やっぱ。ああ、やっぱいろんな人と、やっぱりな、うん、やっぱり会社自分でやってる人とかな、うん、と周り、そういう人らと関わり合わんと、うん、で、まあ、奥さんであっても、旦那さんであっても、なんていうかな、もうその、自分で事業するのが当たり前みたいな人たちって。ああ、なるほどね、うん。で、そういう人から見ると、例えば僕の奥さん、ね、僕はほんなら会社員としようや、今。はい。俺がな、今。ほんなら、たぶん、奥さんは、うん、そんな会社なんか辞めてすぐもう自分で事業しなさいって怒るわけよな、多分。はいはいはい。必ず。そうなるわけよ。はいはい、うん、はい、はいはいはい。そういうことなんよ。だから、うん、やっぱその、うん、周りの人っていうかな、うん、そういうのを変えるってことやと思うよな。まあ、やっぱりね、要は、なんだろうな、やっぱりその、類は友を呼ぶっていう言葉が昔ありますけど、やっぱり似た者同士が、集まってしまう部分もあるから、その、なんだろうな、マイナスな時こそ、周りの環境をごろりと変えてみるとか、付き合う相手を変えてみるとか、ステージを変えてみるだけでも変わるってことですよね、今日もね。だから、まあ、とにかく、ね、うん、自分の居場所もそうやすし、うん、あとやること、趣味の、まあ言ったかな、趣味から、そういうことも言ったかな、うん、違う人との関わりを趣味から増やしてみるとかな、はいはい、であとは会社員でおったとしても、趣味の中でおったとしても、ある一定基準のレベルを超えて飛び抜けてしまうと、違うところの世界と付き合えることができていくんやけどな。はいはい、まあ、それはなかなかね、うん、それは、うん、分かりますよ、うん、言ってることはね、確かに。だから、まあ、もう言い方悪いけど、やっぱりもう自分でやるためには環境を変える、付き合う人変えていかんとあかんわ。まっちゃんはそうだったんですか？その、まっちゃん自身が昔、会社員やられた時に結構、メンタルやられたっていうふうにずっとおっしゃってたじゃないですか。そりゃそうだ。まあ、それで、まあ、釣りとかいろいろと自分のやつに行った。
行って戻ったっていう話は聞きましたけど、その会社員の時、どうやってまっちゃん自身、その改善できたんですか？まあ、逆にまっちゃんがそのメンタルが苦しかった時ってどういうふうな、要はやり方だったりとか、当時始まってました？まあ、さっき言ったように、俺の場合、会社員でもちっちゃい会社やったんでね、なんていうかな、中小どころか、小どころか、零細みたいなやつやったからな。だから、自分が、なんていうかな、会社の運営、自分がせなあかんかったわけよ。まあ、ちょっと一般的な会社員とはちょっと違うかもわからんけど、だから、そのマーケット、外国のマーケットなんか作ったも自分でやっていったしな。ほんで、自分がなんていうかな、メディアなんかとかな、そういうものに出ていって、自分がブランド的なもんをプロデュースして、自分の映像を見せたりして、メディアとかでな、常にそのマーケット作っていったんで、ちょっと違うっちゃ違うんやけども、それでもな、ある程度出来上がってしまった時な、やっぱり。もうこの先やっぱりどうしていこうかって考えるときはもう面白いわけよ、行き詰まりも感じるし、そういう時のもんも、新しくこういうことやりたいなと思ってもやっぱりね、社長からするともうそれ以上予算投入してないとかいろいろあるわけや。で、まあ、それはええんやけども、まあ、これまま行ってたらってどうなるんやろうなと思いながらでも毎日毎日がなんか知らんけど朝起きた会社行ってますっていうのがみんなそんな感じやと思うねんな。に着いた1年経ってました、2年経ってましたみたいな。で、まあ僕の場合は、どっちかというと、その釣りである程度、ちょっとそういう有名じゃないけど、そういうような感じでやってたんで、まあ世界中飛び回っててな、いろんなお客が世界中におって、で、日本の中でもその経営者さんやわな、ほとんどが。で、会社やってるような人ばっかりやったわけよ。で、まあそういう人たちとの関わりが多かったんで、まあうちの奥さんなんかそういう人たちが紹介してくれてな。で、奥さんと結婚したわけやな。で、うちの奥さんはもう家計的にサラリーマン家計、じゃないから、もう普通事に業事家業家と計なか、んで、すぐやめてくれと。無理やり強制的にやめさせられたわけ。で、自分で始めたみたいな。だから僕の場合がそうやったんで、奥さんに辞めさせられたみたいな状況なんで、いいですね。やっぱ関わりだと思うねんな。関わりね、やっぱりね。結婚する人であったり、例えば彼女、そう彼氏ね。だったり、例えば、だからだおだお、えー、男性の人がこれ見てる人がおったら、その彼女を作って、その彼女が、その事業家の娘とかな。そういうところの娘さんやったら、なんでこんなあんた会社員なんかやってんのよって多分言うはずよ、必ず。わかるでしょ？わかります、わかります、ってことね。で、まあ、これ見てる人が女性の人やったらな。男性は、会社員の人で、で、経営者の人、どっちがいいのって言ったら、やっぱ経営者ってくるわけでしょ？そうですね。苦労もあるけど、それなりも苦労もあるけども、まあ、浮き沈みもあるけども、激しいけども、まあ、いろんな、なんていうかな、それも含めて楽しいわってなるわけでしょう。のんべんだらりと毎日ってわけじゃないんで、会社員の場合。だから、やっぱ出会いか。やっぱりやっな。ぱり人との出会いだったりとか、やっぱり結局は人とのつながりで、というのも改善できるってことですよね、やっで、ぱり自ね。分と同じレベルの人と付き合わないってことですよ、あんまり。ああ、要は、確かにね。それはすごくわかる。同じ目線の人よりかは、その同じ、どうしても上昇志向が消えてしまうんですよ。そこで癒せるモードに入るんよな。要は、人を舐め合うみたいな。人の舐め合いですわな。ほんで、ちっちゃいタコ壺の中で競争、あっちが、こっちの方が金持ちやとか、あっちの方が貧乏やとか、ちっちゃいタコ壺の中でこう、なんていうかな、相対比較してみるみたいな。やっぱり圧倒的なね、そうだよね。こういう感じになってしまうよな、どうやったって。だからまあ、例えば一つ遊びであってもな、この間、まあ外から撮影したけど、ボートであってもそうやし、遊びでもそうやし、あとヘリとかセスナとかな。そんなんで遊んでる人とか、終わってみるとな。で、やっぱりそう、会社員とかからしたらなんかね、なんかちょっと遠いような気はするけど、そういうところに溶け込んでいくとまた違うよな、全然。やっぱ世どう界や。が変わりますよね。思考が違うから、そ思もそ考っもての。か、その考えの根元のロジックがガラリと変わるじゃないですか、結局。要は100と、1と100の世界みたいな感じで、全然世界観が変わるから、結局付き合うネットワークも変わるなってのはすごく感じていて、だかそら、れまあ、は、一つ目の話で言うと、環境とか人との付き合いの関わりを変えてしまうのはどうしようもないっていうのが一つ目やな。まあ、あとはもう、外的？
外的？その外的要因っていうかな、要はそこの構造とかシステムみたいなもんですよ、世の中的なもんですよ。うん、まあ、それはね、この世の中的なもののことを真剣に受け止めないってことですよ、そもそもが。ああ、なるほどね。真面目に。うん。だから真面目にそのまま受け取ってるんやと思うよな。まあ、みんな真面目すぎる、まあ、確かにうつ病の人たちって頭が良くて、真面目で仕事を一生懸命やる人たちが、うつ病になりやすいっていうのは正直あるんですよ。いや、まあ、これ、うつ病に限らずやと思うよ。まあね、確かにね。まともに受け取ってしまってるんですよ。うん。それはきついんやと思うのは、やっぱな。まあ、結局、なんだろう、皆さん、なんだろう、根が頑張りやすいんですよね、日本人ってね。本当にね。だから自分自身のことよりそっちの方に振り回されてる。まあこの動画ではいつも言ってるけど振り回されてるってことになってると思うよな、やっぱそこ。うん、うん、あ、だから、うん、肉体っていうか物体っていうか、我々のこの物体的な体ってあるじゃないですか、肉体的な。はいはいはい、はい。これと、あと意識、魂みたいなもんをちょっと分離した方がいいと思うんですよ。それだったら、あれですよね、通貨の、通貨に振り回されてるのと同じですよね、結局ね。一緒、全部が一緒。全部一緒ってことなんですよね。結局、通貨の話だろうが、健康の話だろうと、なんだろう、普通に日常生活の話だろうが、メンタルの話だろうが、全部一緒に振り回されてて、他人とか環境に振り回されすぎてる、日本のシステムに振り回されてるっていうのが現実ってことですよね、要はね。だから、もうね、ちょっと分離した方がいいよ、意識、魂と、その肉体みたいなもんは。あで、なるほど。だから最後はこの動画で何回も何回も3つも言ってるけど、やっぱり自分なんですよね、一番大事なのは。ああ、もう、そう、それはね、自分だよね。うん、うん、一番大事なのは自分のその精神的なもんとか、意識のもんとか、魂の、感覚が全然違いますからね。ここが一番大事なことなんで、うん、これが、その、汚れていくっていうか、壊れていくっていうか、うん、そこまで、その、真面目に付き合う必要もないと思うねんな、そんなもんとは。まあもちろんね、それは思いますよ、僕も。うん、だから僕この動画では何回も言ってるけど、通貨なんかなくなったらなくなったらどうにでもなるやろうし、うん、爆弾打ってきたら、なんか穴掘ってどっか行けや、もうみんなが持ったらええやろぐらいの話やしな。うん、だから、そんな、なんかね、どう言ったらいいんかな、その、堂々巡りになってるってよくあるんよな。その、心配事が次から次へ降ってきてみたいなな。処理しきれないで。で、処理しきれないで、バケツの水がいっぱいになる、コップの水がいっぱいになってる状態ですよ。で、コップの水がいっぱいになってたら、その、歩くのも早く歩けないよな。やっぱどうしても。こぼれるから。そんな感じになってると思うよ。だから、そのコップの中の、コップはコップで同じコップの大きさでええけど、中入ってる容量を3割とか2割ぐらい水を減らさなあかんわ、一回抜いて。水を減らさない。水って何なんかって言ったら不安とか考えてるとか悩みとかそんなもんですよ。はいはいはい。そもそも俺がいつもこの動画で言うから、どうでもええことやろっていうの、うん。まあ、どうにでもなるっていうか、そうですよね。うん、そういうこと、ね。だから、これ、死生観の話にやっぱたどり着いてくんねんけど、死ぬこと考えたらどうでもええの、そんなもん、みたいな。確かに。ただ、うつ病っていう、本当のその疾患にかかった人にとっては、そうは言ってられんと思うよな。そうなんですよ、そうなんですよ。重たいとか、動けへんとか、朝起きられへんとか。そう、精神的にもう本当にダウンして、うん、集中力がないとかな。何もできなくなっちゃうっていうのがね、社会的に当たり前じゃないですか。だからその一歩手前で手を打った方がいいよ、だからな。そう。予備軍って大量にいると思いますからね。だから日本の中でも、そのね、あれほど、要は通貨の話でも、要は見る人が関心があるんだったら、みんなそこに執着しすぎちゃって、で、頑張りすぎちゃって、最結局どうなるかっていうと、メンタルがやられて、ダウンして、うーってなってるから、もうその以前に直さないとね、いけないなって、そこ、そうしないともう、今の状態のまっちゃんが目指してるような空気になんないですから。だから、まあ、ほぼほぼのもんって何でもそうなんですけど、誰かが作ったもんじゃないですか、所詮。まあ、そうですね。そうでしょ？誰かが作ったもんやし、誰かが作った形やし、誰かが作った概念やし、誰かが作ったルールじゃないですか。はい。誰かが作ってないもんって言ったら自然にしかないわけじゃないですか。ないですね。そっちに寄せていって、そっちを見つめたらだいぶ違うと思うよ、心の中で見つめると。ほぼほぼ全部どうでもいいことやで、ほぼ悩みなんて。確かにね。結局だから感情も出すのもそうだけど、焦りがあるとか、そういうものが感情が出てしまうっていうのが現状だから、
そうまあ、ですね。まあ、この動画でね、こんなん言うのあれやけど、せっかく愛ちゃんがテーマ上げてきたから言うのもあれやけど、うつ病ってそもそもそんなもん本命にあんのかっていう話かもわからんしな。ああ、なるほどね。うん、名前、なるほど。誰かがつけただけでしょ、これ。まあ確かにね。書確きか込にむけね。ど。まあ確かにね。おっしゃる通りですね。ほんまにあるかどうかってことですよね。単そう純でにしね。ょう。そもそもそんなもんあんのかって話ですよね。まあそもそも単純にだるいからって自分を逃げてるのみたいなもんですからね、ある意味ね。いやいや、だから、うつ病って言ったって、うつ病って言ったら、ああ、こういうことなのねって、私たち頭の中で思い描くだけの話であって、ほんまにあんの、それっていうのはあると思うよ。まあ確かに、だって概念、確かにそりゃそうだ。学問、医学の権威やからな。ああいう、お前勝手につけて薬出しててやってるだけの話なんで、逆に病院がなくて薬がなかったら、じゃあどうしましょうかって考えたら、ちょっとわかりやすいかもわからんわな、ひょっとしたら。確かに。まあ、まずは、ちょっとそういうしんどい思いにかかってくるっていうか、そういう病の一歩手前で、やっぱり環境を変えて、で、なんていうかな、心身ともに一回こうリセットするってことやと思うよな。リセット。で、リセット。食べ物もそうやもな。で、食べ物も含めてよく寝れるように、やっぱりリセットしていかなあかんもな、全部な。体を総入れ替えせなあかんと思うわ。で、体を総入れ替えして精神的なもんは後からついてくると思うんだよね、やっぱりどうしてもな。やっぱり一番環境を変えるのが早そうですね。本当にああ、ね。無理やり直そうとかするよりは、ちょっとゆっくりしてみるとかな。だから、意外とな、俺なんか薬で世界中行っとったけどな、もう外国行くのもええと思うよね、あっちゃこっちゃも。まあまあ確そうかにだよ。ね。本当そうですよね。最近すごく思うのは、やっぱり海外に不登校のとこだったりとか、落ち込んでる子たちが行くと価値観が変わるっていうのもそうなのかなと思っていて。結局、日本の教育って、やっぱりなかなかうまくなんだろうな。みんな周り右じゃないですか。でも海外で自由だから、その辺発想自分一人一人の個人を大事にするところだから、結局教育のスタイルも変わるわけですよ。そう考えると、日本で合わない教育で、不登校だったりとか、やめてる子っていうのは、もう海外で1年間行かせてみるのもありだよねっていうのはすごく思いますね。まっちゃんが言ってたホームステイじゃないけど、逆に海外にホームステイしてみるともいいと思うし、みたいなね。いいと思う。だからまあな、この間、観光のテーマやったっけ、前回は。前回で、そまあ、うそれで外国人の観光客めっちゃ増えてますよと。で、俺、ちょっとその後な、ちょっと考えて、ちょっとニュース、ちょっと調べてみてんけど、日本から外国行ってる人の数は減ってんねんな、偉い。円安もあったり、経済停滞もあったりな。で、まあ、高齢化してるっていうのもあるやろけどな。外からは来るけど、行ってる人は減ってますみたいな。行まあけコロばナいいも、のにって思うもん、本当に。まあ、いやまあそれは、それとの自由よ。俺ももう行き過ぎて行きたくないっていうのは前回も言ったけど、まあ外にね、行ってみるっていうのもええと思うよ。旅って。で本当にね、ね。旅ってね、結構こういう意味合いでいいと思うんですよね。自分をこう、なんていうのかな、ディスカバリーっていうかな、見つけれるっていうかな。自分を見つけるんじゃないで、あ、こういう考え方で生きてもいいんだ、みたいな。まあ、世界中行きゃ、赤道直下の暑いとこ行きゃ、そんなばっかりやから、ボケーっとしてるから、みんな座って。そういうの見てみるっていうのがええか。だから意外とこういうのは、先進国のちょっと寒いとかな、ヨーロッパとかな。ああいうとこじゃなしに、赤道直下のな、アフリカもそうやし、インドもそうやしな、フィリピンもそうや、このアジアもそうやんな。ベトナムもな。ああいうちょっとね、なんちゅうかな。まあまあ、発展途上は言わんけど、後進国っていうかな。もうちょっと、デローっとしてるようなとこ行ったらな、意外と変わるよ、本当。あ、いいこね、れ変わりますでええね。やん、みたいな。それだ、ある意味大事かもわからんわな。ほんでまあ、この動画の特典として、まあ私、この動画でいつも何回も話してるけど、世界中に友達おるから、どこどこの国の人ちょっと紹介してよって言ったら紹介してあげるからな、俺。そうですよね、本当こいつに。に言えって言って教えてあげるから。こいつだったら大丈夫みたいに。大概どこの国もおるから、僕。そうですよね、いろんな国にパイプ、強いパイプ持ってますもんね、本当に。ちょっとお前、案内せえって言ってあげるから、俺。ありがとうございます。特典やな、これ。特典で、抹茶に対してはすごい、その辺が得ですね。
まあなあ、だからそんな、まあ、そういうちょっと病気的なもんにかかってしまった人にとってはちょっとな、もうそのどうだこうだ言いにくいと思うわ。まあ、じっくり時間かけて直すというより、あれも何があると思うよな。いい時と悪い時とかな。もうそれは時間をかけながら改善していかな仕方ないんでね。まあでもやっぱり居場所ですよ。居居場場所所っとてい環うこ境とはあとだ。関わる人ですよ。これも環解境決だなんでしゃあないね。わ。その2つが合えば、なんとかなるっていうのは事実ですね、確かにね。居場所と関わる人を変えると。で、あとは、わかりやすい。で、そうすると、ちょっとこう、改善の方向に向かうと思うよな。で、そうなった時に、次はもう、なんていうかな、元に戻らないようにっていうか、まあまあ、それを思うと、また元に戻らんもあるやろうけど、その次は、やっぱり、冷静に自分の人生を組み立てたり、考えれることができるようになっていくと思うんですよね。そうそう、わああいかりうやすメンい。タル的には疾患があってる時それもできないと思うんですよ。考えることができ確ない。かに、ね、余裕がないですからね、考えるね。頭が、ね、混乱してると思うよ。あれもこれも全部ぐっちゃぐちゃに絡まってる状態になってるから、それをほどいて解決せえって言って、こっちはこれとこれはこうでしょ、これとこれはこうでしょ、ここはもういいんじゃないですか、これはこれをつけたらいいんじゃないですかって、もう分からんと思うんですよ。その実際本人は。多分わそかの状況らになると確かにな。迷うと思いますね、確かにね。だからまずは、やっぱり、ね、変えるっていうことやと思うわ、環境を。今日はちょっとあんまりその答えになってるかなってんのがようわからんような話になってきたんやけども。全然、逆にその答えっていうのは正直僕ないと思ってます、このうつ病に関しては。結局みんな考え方それぞれだし、やり方もそれぞれだと思っていて、医学的な人はとりあえず休めとか言うし、忘れろって言うんですけど、でも一つ今回動画の中で伝えたいのは、やっぱりまっちゃんとしてどう思うかっていうのが重要だったんで、まっちゃんとして思うのは、やっぱり、環境を変えるとかっていうことが最良。と思う。自分自身っていうのが答えだったら、もうこれでいいと思ってます。逆に言っちゃえで、ば。まあ、あと、そのうつ病的な、そのメンタル的な、そういうのに陥る人なんかの方が、繊細な人多いと思うんで、ある意味で、ね、いい仕事はできるし、いい生き方もできると思うんですよ。これも表裏一体なんで。ただ、たまたま、なんていうかな、その容量を超えたって感じになってるだけだと自思うん分でのすキャよ。バをね、確かにね。で、それが、その容量を超えるのは超えるでいいんやけども、そのいっぱいにしたものが、本当にろくでもないもんやったっていうことですよね。別に確大かに変じゃね、なかった。例えばその料理とかコップでもいいですし、バケツでもいいんですけど、その料理に、要は本来入れるべきものといらないものが入れすぎちゃってるから、ごちゃごちゃになってるという状態だから、どういうこじゃあと？ちゃんと整理できてるかって話ですよね。で、ちゃんと入れたとしてもそれを取り出せられるかのどうかですよね。そのキャパのとはいい、多分だね。からまあ、そういう疾患になりやすい人ってね、優しくて、で、どっちかっていうと真面目で責任感強くて、繊細な人やと思うねんな。だから、世の中でうまくいく人なんですよ、本当は。どっちかっていうとずうずうしい何も考えてへんサラリーマンのやつよりな。もちろんね。全然そっちの方がええわけよ。だって物事よく考えてるから、真剣に考えてるからそうなりますからね。そう。だから、ちょっとコメント今日いただきたいのはな、だから、そういう人たちなんかは僕ちょっとできる限りで助けてあげたいなと思うことはあるんよな、本音で。関わり合いたいなとも思うしな。だから、それをね、一刀両断するような言い方すると、やっぱりどうしても本当に病んでるときはね、あれやろうけども、どういう面が。僕の中では、でも、この動画はもう本当にうつ病になりかけている予備軍の人たちは助けられると思ってるんですよ。どうしてももう本当にうつ病の底に上がっちゃってる人たちにとっては、それはもう、正直、なかなか戻ってくるのって僕難しいと思っていて、僕自身も昔うつ病っぽいことやってるからすごくわかるんですけど、やっぱり一度になっちゃうと狭くなっちゃうので受け入れられないんだけど、予備軍の人といってまだなりそうでならないの、自覚すら分かってないので、多分今見てる人たちももしかすると何かの弾みになっちゃう可能性もある人たちもいると思うので、そういう人たちは逆に言えば、ね、今日の話してたように環境だったりとか、全然今の状況とかをコメントに書き込んでもらって、ね、少しでも楽にしてもらった方がいいかなっていうのは思いますけどね、やっぱり。そうやな。まあ、こっから先ね、こんな言い方するのもちょっとおかしいんやけども、どうぞ。今までのこの世の中で、なんていうかな、安定とかな。
言われてたもんって、もうなくなるわけなんですよ。この動画では何回も何回も言ってるけども。だから、その、すがりつくもんそのものがなくなるっていうことなんでね。もちろんですね。はい。だから、ある意味ね、楽になれるっちゃ楽になれるんですよ。その、うつ的な人減ると思うわ。もうそのもん、ぶら下がることないんやから。まあそうですね。もう自分でしっかりしゃあないやからな、今度。まあそうですね。自分の人生は自分ですからね。はい、だから大きなチャンスやねんな。もうあと1年から2年ぐらいやと思うわ。チャンスやねん。大きなチャンスがもう来てんねんね。大きな波が。来てるから、あとはうまく乗ってサーフィンしましょうよ、みたいな感じよ。はい、そうですね。もう自分が全部責任は自分ですからね。はい。だから意外と不真面目な、不真はい、面目で通貨だけを信用して、俺は安泰だ的な人の方が偉いなと思うで、今回は。マジで。今回はそっちの方が偉いなと思うよ。意外とさっき言ったように、この繊細で真面目で繊細で責任感強いような人は、ええ時代に行くよ、次は。多分。それはずうずうしい、厚かましい通貨だけで生きてる人の方がな、めんどくさい。めんどくさい。地位で生きてる、厚地位かましいでやつな。こいつら、えらい目を思うで、今回。す。じゃあ、ほんと。いきなりはしご外されるからな、今回は。で、そういう人たちって、まだ未だに気づいてないからね、意外と。意外とね。だって意外と勉強する意味がないですから、最初は。意外と気づいてない。まだ続くと思ってるからな、これ。いつね、橋、かけないと橋がね、取られるかわかんないからね。捨てられるかわかんないからね。燃やされるかわかんないから。そいつらどうやって置いてこいっていう話ですからね。本当にね。まあ、だからな、その、日本の自殺者がどうとかこうとかっていうこと言ってるけど、まあ、今はもう、今までが異常やっただけでね、で、まあ、今、まだちょっと異常な状態続いてるけど、僕ね、未来はね、まあ、本当、いつも明るい話になるけどね、こんなの減ると思うよ。だって、その構造が壊れていくんやから。だから当たり前のシステムだったりとか構造が崩れていって、それがなくなっていく時代に突入してるだかし。ら、そうですよ。構造がなくなって、みんな個人個人になって自分の足で立っていくっていう形になるんで、今の世の中って、ある意味、まあまあ、もう終わっていってるけど、今まででどっちかって言ったら、ほら、カースト制度じゃないか、なんちゃら、階級制。階級制みたいなもんもあるやん。まあ、あり例えまば、すね。政治で言ったら世襲でしょ？二代目、三代目でしょ？政治の世界。で、あと、その、一般の会社の中でも、役所の中でもそうですけど、正社員と派遣労働者ってやってること同じやのに、給料倍、半分やとかな。どう考えたって階級制だよ。で、まあ、この動画見てくれてる経営者、人は経営者さんも多いやろうけど、まあ、ちょっとなんか、この世の中おかしいよね。こんなダメよね。と思ってるような繊細な人たちやん。どっちかって。もうちょっと心の自由なね。自分で考える人たちが見てくれてるわけでしょ。だからその人たちからすると、いい時代が来る。だこういうの見てくれてる人で、って分かってる人たちにとってはむっちゃいい時代来るんですよ。で、その、俺は正社員だ。俺は部長だ。俺は一生安泰だ。俺は通貨だけだって思ってる人がはしご外されるってことですかね、今回は。そうですね。あね、このね、うつ病というキーワードで、こう見に来た人たちもね、ぜひ、その辺は認識してもらいたいなと思いますよね。だからもうね、本当、何度も何度も言うけども、優しくて、真面目で、責任感があって、繊細になって、ものすごい人じゃないですか、どう考えたって。どう考えてもいい人ですね。世の中で活躍しないといけない人じゃないですか。そうですこね。ういう人たちが苦しんでたわけですからね。ね、今はね、おかしいですね。これがひっくり返るわけでしょ、次は。元に戻るってわけですからね。だからね、自分で地に足つけて生きていけるわけでしょ、みんながそう人ですに足つね。けて。そうですだからね。僕ね、2年かからんかな。あと1年半。あと1年半。短くて1年。長かったら2年。我慢してくださいってしか言いようないわ。もうこれ壊れていってるんで、完璧に壊れるのが2年やと思ってくれたら。2年ですね。だからみんなワクワクして準備しててっていう話でいいと思うよ、これ。今日はね、上がっだてかくらださい。本当に世の中で浮かび上がるってわけじゃないけど、その社会の役に立つ人が、こう、虐げられとったわけやな、今までが。今までそうですね。あと、自殺した人も含めてな。俺、本当、そういう人が多かったんやと思うよな、自殺なんかした若い人たちもそうやけど、本来であればね。
だからそういう人たちが何か光を見出せないっていう状況になっとったわけでしょ。なりましたね。はい。こんなんあったらあかんわけよ、そんなこと。そう。全くもっともですね、確かに。どう考えたらおかしい社会じゃないですか。はい、あ、おかしいですね。はい。まあまあ、世界中そうですけど、今地球上、地球ぜ、地球、地球全部そうですけど、狂ってたわけですからね、今までこの2000そうです年。ね。狂ってますね。はい。1年間狂っとったんがここで終わるって感じ。うん。いや。まあ、天体の運行がそうなってるんでね。ああ、だから、まあ、明らかに変わるのは変わるんですよ。うん。だから、まあ、そういう病気、メンタル的な病気の人も減るやろうし、うん。どういうふうにまとめたらいいんかな、これ。いや、もう、だから、まとめるのは本当にもう、なんだろう。まあ、うつ病になる人たちだって逆に言えば、もう今は、逆にシステムの影響じゃないですか。システム、日本のシステムだったりとか、まあ、全体、世界のシステムのせいで、うつ病者が増えての現実ですと。で、それが、破壊されていくから、いや、要は、その人たちの被害、まあ、被害っていうのは、なる人も少なくなるよね、と。で、プラスアルファは、やっぱり、その会社員の人もそうですし、まあ経営者の方もそうなんですけど、やっぱり環境が変わるので、どんどん皆さん個人にとって経営者になっていく時代にもなってますと。そうなってくるとどうなってくるかっていうと、まず心配をするのが、そんな、うつ病っていう概念がなくなっちゃいますから、そもそもなくなりますと、という形なんで、まあとりあえず環境を変えろということですね。うん。うん。で、まあ、それね、環境か、そのものを変えるのも少しずつでも変えていくのも、前の動画、まあ、何回か前の動画でも言ったけど、こういう YouTube 含めてネットなんかがあるような時代って簡単なんですよね。関わり方がね。そうであするね。意味ね。うん。すぐ会いに行ける関係言うとの、面白そう距やな、離ちょっ感とがね、短くなりましたからね、だいぶね。うん。こういうと面白そうやな、関わってみようとかな。はいはい、そうですいね。くらでもうん。できる時代なんで、はいやっはい。ぱね、私たちってこういう動画配信とかこういうブログなんかもそうなんですけど、別に商売としてやってるわけでも何でもなくて。はい。まあ、ある意味ね、情報発信のためにやってるで、ことなんでそが。んなことじゃあやってんのって言われたら、いや、やっぱりみんながそうなってもらった方がいいよねって思ってうん。る人たちもやっぱおるってことなんですよ、やっぱ。まっちゃんとかそういうタイプですからね、どっちかっていうとね。うん。みんなに分かってほしいとか、伝わりたいっていうことだもんね。うん。で、じゃあ、こういうものを見る人ってどういう人かって言ったら、あ、そうよねと思ってる人が見るわけですよ、大体。そういうことでしょう。うん。暗い役人の人、こんなもん見てないからな。それでもだって、それでも150人の人がきっちり見てるっていうか、毎回見てくれてるっていうのだから、は、俺言ったよ、2人でも3人でもええって言ってる。もう本当に、だから、すごいことですよ。で、ましては TikTok に上げれば1000人や2000人とか、まっちゃんのワンフレームを一何人気に、数じゃなくて、2人でも3そう。人でもいいんでね、役にはい。立ってくれればということとな。で、まあ、はいはいはい。何か困った時ってあったでしょうや、なんか。そうですね、そこにうん。は頼ってみるっていうのも一つええと思うんですよ、そうもですね、う。うん。で、うん、うん。まあ、最後になってくるけど、そのメンタル的な疾患的なもんとかの手前の話とかでもええけど、まあ、最後になってくるけど、はい、どうぞ。はい。頼れることも楽になってるんでね。やっぱ、ほら、街中歩いとって知らん人には、私助けてくださいってなかなか言われへんやん、実はい。際。言えないですね。確かにね。はい、はい。はい、はい。言えないですね。そんなこと言えない人でも、は。はい。このチャンネルもそうやけど、これ見てる人って、俺のことは大体どういうやつやなって毎回見てる人分かってくれてるわけや。そうですね。はい。なんかね、何かやっぱあった時、あったっていうか相談事とかな。なんかあった時って、いや、もう、ちょっと頼ろうみたいなこともあってもええわけですよ。そうですよね。もっとうん。ね、なんだろうな、見返りを求めないというか、なんか与えようとしない、とりあえず頼ってみるのが大事ってことですよだ、ね。一番大事ですよ。もう、これ、はものすごいことよ。い。本当に、今からはい。の時代ってね、頼んないとダメよ。人にね、確か言いに方悪いね。けど。もうね、助けてって言えるぐらいじゃないとね。どうぞ、助けてください、お願いしますっていうふうに頭下げられる状態じゃないとね、頭本下当げなに。くていい。助けてってあ、怒って笑ってくれたら助けてくれるから。なるほどね。うん。だからそれ一番大事なんです。ほんでね、助けてくれる人を見つけるのも簡単になった時代なんですよ。確かに。こういうので。確かに。うん。だからね、本当に困った時には自分で悩まんとね、やっぱ助けを求めるって一番いいことなんですよ。本当。うん。で、助けを求められた方も、まあ僕やったら助けを求められたら、俺もまた助け求めるから、みたいな。お互いがウィンウィンですからね。俺もこれ助けてほしいのかな。そうね。そういう感じの時代なんですよ、次だから。まあ、おああ。互いなんかやっぱりね、みんな助けてほしいと心の中で思ってるわけだからね、それはね、全員にね、どんな人でもうもはっね。きり言った方がいいよ、助けてくれって。うん。ね、うん。例えば、もう金銭的に困ってるから100万円くださいって言ったら、はい、わかりました、みたいな話とかな。うん。確かにね。あるんですよ、そういうことって。
はいはいはい、ありますね。別に今までの時代とも違うもんでな。うん、だから本当に助けてもらうっていうのはものすごく大事な時代。だから、ただ、横島の心で助けにもらいに行ったら、後でエラーになるからな。これは今までの時代と違って、その詐欺で逮捕されるとか、そんな話じゃなくて、天罰が当たるような時代かな、次は。結局なんだろうな。結局自分でやりきることを全部やって、それでもダメだったら助けを求めるのは僕ベストだと思いますよ。やっぱり自分でまずやらないといけない。結局、なんだろうね、やるべきことやらないで、欲しい欲しいっていう人が多いから。新しい時代ってね、はい。自分の心を汚したらしんどくなる時代なんですよ。なるほどね。だから、詐欺で警察に捕まるとか、そんな話じゃなくて、自分の心が汚れたら自分もが生きていかれへん、生きづらくなる時代なんですよ。こんな感じなんですよ。ここだけ分かっといてくれれば、本当ね、さっき、もう何回も何回もなるけども、優しくて、真面目で、責任感強くて、繊細な人。先生、先生、ここは。こういう人が浮かび上がってくるんですよ、次は。だからもう。壁に勇気を持っていただいて。だから今まで生きづらくて自殺した人、とかな。で、病的なもんになってしまった人とか。こういう人たちが次、上っていう言い方じゃないけど、世の中引っ張っていくところですよ。そうですね。だじゃあまここもた。変わるって感じだと思うよ。そうですね。だからもうちょっと我慢してみたいな。我慢して。我まあ、とりあ慢えするのはきず。ついやろうから、我慢するのはきついやろうから、準備しとこうって言ったら、みんなやれると思うね。準備して前に我慢す進んるんやっで。たらあと2年もあるのかと思うけど、今のうち着々と準備しましょうと。用意そをのし準とい備何て。をすんのって言ったら、こういうことを学んでいくってことですよ。今話してることはね。心とか頭の構造を入れ替えていくって、これが入れ準替えて備。いけば、もう本当になった時にすぐそれを実行に移せますからね。で、未来がね、見えてきますよ。どういうことをしたいんかっていうのが大体見えてくるから。で、どういう世気持のち中で。になるんかとか、どういう未来でどういう世の中になるんかとか、どういう人たちが社会を動かしていくんかって、明確に見えてくるから。よかったです、そうやったら。だから、金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 だけの悪党がね、もう生きていけないよ、この先。ね。本当。本当にね。これ見てると、そうと。それはもうね、否定的にその通りですね。まあ、そんな感じですよ。今まあ、日はそんな感じです答えにね。なってるかなってないか分いからや、でんもけなってると思います。これが逆に言えばもっとね、見てくれた人がね、通貨ばっかり思わないで、その辺もきっちりと認識してくれれば、もっと、その周りの人にも優しくなると思うので、いいことだと思います。まあ、これをね、ちょっと一週間に一回続けていくんで、こういうの見ながらね、なんていうかな、自分の中の書き換えしていくのとか、で、未来に据えていくとか、で、あるいは、なんていうかな、この画面に出てきてるおっさん、私が困った時には助けてくれるって言ってるから、じゃ何でもやってみようか、元気に、みたいな。今と思ったら、あのおっさんに助けてくれるやろ、ぐらいに思わせてくれたかな。そういうね、なんかね、本当にね、ぐらいに少しでな、もぐ気持ちが楽になってくれればね、すごく嬉らいしいになと思っ思いといまてくす。れたらな、なんちゅうかな、いや、ええもん見つけた、みたいな感じになると思うねんもんな。ね、そんな感じよ。面白いビジネスもできますからね、そしたらね。そんな感じよ。わかりました。本当にええ時代になったよ、これ。ああ、こんな画面の中でバカボンのババみたいなおっさんが出てきた。このおっさん、いざとなったらあのおっさんに飯食わしてもらおう、みたいなな。まあ、それでもこうやってね、きちんと元気よく話せるってことはいいことですから、本当に。まあ本当、まあこういうのでね、助け合いができたらええなとは思っそうね、おて。互いね、ウィンウィンになっていきたいと思いますので、今後とまあも本当、ね。今日これで終わりやけど、さっき言ったように、外国ね、行って、こんなとこ行ってみたいわとか、でもちょっと、誰か紹介してくれませんか、役に立つやつがいいんだったら、どこの国も僕おるから。面白いですね。こいつに言ったらええからっていうのを。やりたいと思いますので。じゃあ、あっちゃん、また今日もありがとうございました。はい、そんな感じで。はい、さよなら。